マグロマニアはですね、マグロをもう余すことなく、もう内臓からアラから全てを、焼肉スタイルで召し上がっていただくお店でございます。関西初です。これをしようと思ったのは、やっぱりマグロって1匹から上身、中トロ、赤身、大トロっていう部分、食べられる部分って本来 50% ぐらいなんですよ。で、残りの 50% は生産者さんですとか、まあ、漁師さんですとかが、まあ、一生懸命取ってこられてるんですけど、それは全部廃棄されてたんですね。で、やっぱりそれは僕らも釣り人として、釣り人でもあるんで、美味しい部位をやっぱお客さんに食べていただきたいなっていう思いがありましたので、で、やっぱりこう未利用部位に光を当てて、じゃあそれはやっぱり焼肉スタイル、こうロースターで焼いていただくスタイルで、関西初でやりたいなっていうところで、はい、させていただきました。ここ3ビルにね、オープンさせていただいたんですけど、まあ、既存の3ビルにおいでの、まあ、ビジネスシーンのお客様から、それでちょっと、まあ、今うちでね来ていただいたら分かるんですけど、お通し玉手箱が映えるような形でやらせていただいてるんで、 TikTok であったりとかインスタとかで上げていただくような若い世代のお客さんともう混在するような、そういうお店にしたいなと思います。